ちょっと種がいっぱいあるので植えていきましょう。はてなはてなはてな、種がまだ3つ溜まってたね。まあいいや、とりあえず、え、てかはてなはてなはてなの種なんで3つもあんの？敵が落としたのかな。まあいいや、これ10個しか植えらんねえし。くるみ、魔法の飛躍、よくわかんない、デーモンの爪、神秘じゃなくて奇跡のクッキー、経験値かな。ぷいぷい操作はぎまんまる、嵐のコイン、ムーンフラワー、よくわかんない。え、ミエインのドレス、え、どうなの。言うても銀色の種だからね。え、白竜の牙、不思議なクッキー、不思議のクッキーだったし。では金を植えていきましょう。とりあえず10個、はい、ハンドアックス、ハーピーの牙、ケルベロス、氷風の髪飾り、天使の聖杯、氷風の髪飾り、剣王の腕は強そう、金運のアロマ、金運のアロマ、力の水、レベル4、さらにドロップが良くなりましたと。4つ植えましょう。ラグナロクはめちゃくちゃ良さそうなのが出たけど、ミエインクラウン、司祭のリボン、衝撃の兜、なんか装備品がやたら出るようになったな。全然たまんねえ。はてなはてなちょっと貯めておきますか。見てみる。じゃあまず草薙ブレード、ラグナロク、え、プラス46とか異常なんだけど、装備しよう。あとは何手に入れた。衝撃の兜、これが17も上がるで変わんないで、リングは剣王の腕は一応防御力か、まあ、かなり上がるから一応それしときましょう。で、あと誰、ドルイド、これか、これもまあそこそこ上がるね。ミエイン、ん、ミエインのドレス、ミエイン系か、まあかなり上がる。チビテビリングだね、そういえばだけど。これか、氷風のなんとか、あ、まあまあまあ上がるので装備しておきますか。で、ホーリーフレイルは変わらない。司祭のリボン増えるね。うつ伏しの包囲は変わらない。あ、ムーンフラワーがある、これもまあ上がるんで、あ、いいな、種集めもいいかもしんないね。はい、皆さんこんにちは、ミカビックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。今回は風の神獣ですね、倒しに行きたいと思います。とりあえず漁港パロから来たけど、風の神獣ってどこにいるんだ。まあ、目的地を目指しながら行きますか。こいつらは雑魚だね。当たらん、全然俺の出番がなかったんだけど。俺たちの敵じゃなかったな。シャルロットがとはいえもう少しで上がりそうだね。神獣は残り3体なんで、まあ、今回でまた2体倒してっていう感じで進んでいければいいかな。こいつはあれだよね、硬い、無理やりハリセンやってんな。ハリセンもったいないよね、今思ったら。あ、今あれだ、作戦変更できねえんだ、戦闘が始まると。だからちょっと待ってね、アンジェラも 75% でいこう。特技は、あれ特技じゃねえよ、特技は気にせず打ってもらって、必殺技が75、回復は1個未満でいいや。ここら辺の敵って1400くらいだったらハマるかな。戦闘開始とどうも死んでいく、悲しいやつらだ。200くらい入るからちょいちょい戦闘していけばシャルロットのレベルが上がりそう。いいね、しかもボーナスが高い、すぐ終わるから。こいつは弾く、ん、倒したか、うん、まだ戦闘が繰り広げられているけど。金が結構止まったな、新しい武器でも買いに行かないか。いや、お前もラグナロク持ってんだろ。あ、結構待って当たらん、めんどくさいから、こいつらは。今の戦い俺一人でも十分だったな。
盾持ちはねめんどくさいからね、やっぱりはめて、はい、OK。 あ、ここか、風の回廊に行くのか。ニキータがいる、まあ、一応話しかけてみる。今日は新しい武器をお持ちしましたにゃ、どうぞ見ていってください。いらっしゃいにゃ。いやでもさ、ブラマサブレードだったらちょっと待って買わないよ。74でしょこれ、見えない。あ、下がるわ。38も下がる。こっちら辺は買っておきますか。世界中の杖、いいものを選びなさ。いい買い物したわ。でアルティマーモール買っておくでしょ。で35,000円残り、また来てくれよにゃ。デュランの武器が浮いてるっていうのがだいぶでかいな。新しい防具を持ってきました。噂では火山島仏下の日誌、幻惑のジャングルにある古のペダンにはもっといい武器防具がある。女神の予言を記した石板、マナストーンに詳しい学者もいると聞きました。ペダンはとても好きなところ、一度行ってみられてはどうでしょうか。とりあえず今日のところはうちで買い物していってください。いらっしゃいませ。ジョセフィーヌ可愛いよね。武器が強くても防具が弱くても鎧、まあ増えるか。あって、なかなかの品だな。朝焼けのドレスは下がる。結構いいの手に入れたからね。これはで鎧は OK。 で兜はだって揃ってるよね。でアンジェラも大丈夫ってことは、あとはあれ、こいつも下がるのか。もう上がるものはなさそうなので、買い物はこんなもん。またお越しください。ちょっと仕入れてもらったけど大して買うのなかった、ごめんな。で風の回廊に来て一応回復だけはしておきますか。またこの風神像を操作しなきゃいけないのね。そう、気合で強風を突破するっていうのは無理だろうな。なんかショートカット開けた気がするけど、仕組みを思い出しながらするしかねえ。あ、こいつらは強くなってる。レベル48とかだ。とはいえまあ元が弱いから大したことはない。シャルロットが成長した。ビルゲイツ、シルバーナイトだから闇に弱いのか。めったくそ、めった打ちにしてた。275、まあ、こいつらに関しては必殺技は使わなくていいから大丈夫。これいいわ、ビルゲート範囲攻撃だから巻き込める。シルバーナイトの足が硬すぎるな。よし、フリフリ終わった。オッケーオッケーオッケー。であいつら倒してちょっと回避しよう。結構食らうな。あっ、テランあれだ、そういえば攻撃力 40% アップ、防御 40% ダウンつけてんだ。え、どうしようかな、結構危険な気がするけど、まあいっか、とりあえずこのまま行こう。でここにマナストーンがあったんだよね。マナストーンがあってぶっ壊れてなんか落ちてる。お、風の神獣のリング、風か。剣王もなんかさ、これ攻撃力とか上がってほしいよね。まあいいか、とりあえずちょっと風装備しよう。全体的に防御力は下がっちゃうけど、風属性ダメージ半減はこういう時重要でしょう。でこっちに来て、あ、ここで敵と戦ったんだよね。でまたここ、いや風の真珠って確かあれだ、空中戦だ。フラミー呼んで、おい見ろ、あそこの空、あいつが真珠に違いない。ここはダイヤセイバーで行こう。足場が心もとなそう。まあ、落ちるという要素はないと思うからね、大丈夫でしょう。あ、フラミーかなりでかいな、こうやって見ると。
フラミこいつを倒すにはお前の待ってこれさ最初会話してると早急に開けないんだよねダイヤセーバーいきなり使おう真空拳え当たってる弱点にはなってるよねこれさちょっと待って どうなのハリセンチョップ当たんのえ当たってるえなんか当たってなくね最後あと6000とかスパイラルロックもう半分減らしたんだけど超強い強い攻撃力 40% アップマジで強い200溜まったら扇風機を決めようはい終わりだあ死ぬ死ぬシャルロットがダンガードザコがいやセイバー結構いいぞここに来てようやく有効な使い方を見出した19000、まあ、レベル上がるでしょ55風は簡単だったな真珠6体潰したでちあと2体よもう少しね頑張ってもう無理って思ったこともあったけどなんとかなりそうねうんあれここで？あここローランとかで光の古代遺跡でしょあれあとどこだなくねあれあと2体でしょそれがなんか幻惑のジャングル行けみたいなこと言ってたよね行ってみる幻惑のジャングルえちょっと行ってみようせっかくだいやなんか来ちゃったけどさ怒ってるパックンチョコまあアイテムだけか銀色金色が欲しいマジで今かなりいいアイテムをゲットできるからね。イニシエの都ペダン。え、行けなくない？そもそも行けない。こっちから行ける？いや行けません。な、ない？全員倒さなきゃダメ神獣。確かにペダンのイベントなんかあったよね。ちょっとよくわかんないから帰ろう。じゃあ行くところとしてはてかさもう1個しかなくね残り2体あれ光とあとなんだ倒してないのまあいいか光の古代遺跡に行きましょうちょうど夜になったで光の古代遺跡もハテナハテナハテナの種を手に入れるために結構もう漁ったんでもうほぼほぼいけるんじゃないここら辺も仕掛けといてあるし、まあ、ちょっとどうやってここまで来たのかは特に触れないけど種探してる時に来ましたオッケーあここにまたなんとかなライトがいんなシルバーナイトレベル50レベルは高いいけ最後強攻撃阻まれたの後ろのシルバーナイトで何かしたなあ魔法神社ねかっこいいですねちょっと待ってシャルバスマジめちゃ食らってるんだけどめちゃ食らってるけど大したダメージはなんない強いデュアンの攻撃力が半端じゃないんだけどちょっと左の方見たいな宝箱ハテナハテナハテナの種を取ったら撤退したからね天使の聖杯3個か、まあ、ちょいちょい死ぬからねこいつら門番かシルバーナイトいてダメージの食らう量がちょっとやっぱり半端ないな攻撃力はめちゃ高いけど
魔法神山ちょっと後ろから。どうしてシャルロットお前はいつも食らいに行くんだ。遺跡って歴史的な価値があるのよね。壊したら怒られるかしら。ここもボスっぽいな。え、ダークセイバーみたいなのはないよね。四属性でなんか弱点ないかな。まあいっか、ここは普通に攻めよう。まずは必殺技ぶっ放す、お決まりのパターン。お前が光の神獣か。あ、どっか行っちゃった。待ってぶっ潰してやるぜ。あ、来た、体弱です。あー、逃げられた。いや、そんなことない、大丈夫か。やっぱりイビルゲート使ってる。いけ、ダメだ。ワープするやつはちょっと技を打ってる時にな、どっか行っちゃうっていう。ちょっと待って、一応使おう、カルテンショップ。いや、どっか行くなよ。せめて最後の一発、これ当たってくれればもういい。行きましょう。どこだ、降ってくるね。降ってきたらスパイラルロット。この時にもう帰らんないのかな。で、ワープして、ちょっと待って待って、待ってやばい。逃げろ。減らせ。待って、間に合い、あっという間。よし、間に合った。え、どこいる？あ、怖い。待って。なんだ、死ぬ。シャルロット、回復。ヒールアイコン、イビルゲートプラス。いや、めちゃくちゃなんかあれになった。膨れ上がってんだけど。なんかあれ危険だな。245、半分減ったらシャルロットヒールライト打ってほしいんだけど。いや、自分で回復するか。あの、ポトの油があるんだよね、これ。全員回復できるやつ、いくつ回復する。400か、まあ悪くない。セイントビーム、プリズナー。ちょっと待って、なんだ。うお、待って、モーグリになってんじゃねえかよ。プイプイソー、まずシャルロットにやって、で、ちょっとこれはやって、自分でどんどん回復していこう。ポトの油、よし。でヒールライトもかぶってくれたから、セイントビームだな。プリズナーがちょっとやばいんだよね、これ。逃げとこう。赤くなった。今度はなんだ、セイントセイバー。あ、あいつか。あ、ジャンプしなくても、アムチだったら届くな。300溜まったらやろう。あ、やばい。1、2、3、どこ行った。やっぱ使おう、扇風券。これで減らせられるか。消えた。ちょい、怖い。あ、これでやっぱ使われてんだな。やばくねえか。ちょっと怖い、これマジで怖いんだけど。なんか知んないけど大丈夫だった。げっ、あいつもヒールライト使ってきやがった。ちょっとシャルロットにしよう。どこだ、 IP。 カリセンショップがさ、全弾ヒットするのかよくわかんねえんだけど。とりあえず最後の一発が重要だからね、これ。これ割っとこう。怖い、あともうちょっとだ、頑張れ。倒した。めんどくさかったな、こいつは。
25,000、めちゃくちゃ経験値持ってる。育成ポイントもでもだいぶ溜まってきたね。あと一体、闇の真珠だけね。でも闇のマナストーンどこにあったのか分かんないよ。あ、そっか、現世に復活させたって言ってたもんね、闇のマナストーン。そうか、困ったな。こうしている間にも闇の真珠はどんどん力を増大させているんだろうな。そろそろこの装備じゃヤバいかもしれない。いや、お前ラグナロク持ってるやん。猫族のジョセフィーヌが言ってた、イニシエの都ペダンにでも行ってみようか。何か手がかりがつかめるかもしれないよ。これでペダンに向かおうってことね。なるほど、わかった。じゃあ行こう。風風風太鼓。イニシエの都ペダンは火山島ブッカの西にあるって言ってたよな。イニシエの都ってどんなところなのかしらね。じゃあ降りよう。幻惑のジャングル。まあ、目的地へ向かいましょう。真珠の再来、イニシエの都ペダン。本当にこの辺にペダンがあるのか。そのはずなんだけど、どこかで休憩してから調べてみましょう。まあ夜だしね、休憩しよう。こんな暗いところで休憩するの。寝れる？あ、寝れなくね。ここは寝れねえな。あれどこだ？なんか、あ、宿や。いらっしゃい。なになになにこれ、金取られんかい。何の迷いもなく止まっている、こんなボロ屋に。復活。あ、後ろにいたよってことか。まあ、いなかったと思うけどね。暗くてよく分かんなかった。イニシエの都ペダン再び。外の景色が変わったぞ。ジャングルの奥にはかつてミラージュパレスと呼ばれた大きな宮殿があった。栄えていた、迷路に阻まれて近づけません。なんだ？ちょ、これさ、急に外の景色が、ちゃんと話聞かないと永遠に続くからな。話に聞いていた通り、不思議な街ね。ここなら闇の真珠に関する手がかりが得られるかもしれないわ。よし、まず武器屋から見よう。いらっしゃい。何になさいますか。霊盤店ダメだな、クズが。さっきさ買ったばっかだから金がねえんだけど。まあでも上がるは上がるよね。3万6千円くらいか。まあ売ればなんとかなるでしょう。ちょっとまた全売りしよう。道具じゃなくて装備。ダグナルクとかめちゃくちゃ高く売れんだけど、売らないけどね。ミスリルモールもホーリーフレームも売って、で武器を売って武器を調達する。ニョルニール、こちらでよろしいですかね。オッケー、ワクワクです。また来てくだされ、うん、多分もう二度と来ない。同じところには二度と来ないから。で、まあ、星がついている人たちをちょっと話しますか。ベダにはマナストーン博士って呼ばれている学者がいる。もうあったかい。この中、あれは女神様の予言を記した石板じゃ。世の終わりに起こる出来事が記されておる。何？読めんとな。仕方ない、わしが読んでやろう。世の終わる時、マナは失われ、大いなる命の木は悪しき竜によって枯れ果てる。
マナの剣、マニオチ、絶望の先に広がる竜の王国、三人の勇者は、ここまでで、その先は石板が欠けてて読めんのじゃ。きっと世界はいつの日にか現れる悪しき竜に滅ぼされて終わりということじゃろう。まあそれもきっと未来の話。ポルセナのリチャード王子と黄金の騎士の名コンビが竜帝退治に向かうぞんじゃ。彼らなら竜帝ももう終わったも同然じゃ。勇者の数も石板と違って2人だから、石板の予言の悪しき竜というのは竜帝のことではなかろう。そういや王子と黄金の騎士は今この都に装備を整えに来ているようじゃ。サインでももらっておこうかの。結局こいつらも買って装備整えてんのか。俺はちゃんとラグナルクを手に入れた種からな。で、あとは、あ、シャルロットとかいたよね。話しとく。一応、あ、宝箱がある。いつの間にか町ができた。あ、こんなところに種があったの。いや、でもここまで種をさ、温存しておくのは無理だよ。なんかあんまり行って、戻るのも嫌だな。上に登るのか。なんかある。アンジェラがいる。時間の流れが歪んでいるみたい。マナの力の変動をしたせいで昔ここにあった町と時間がつながっている。まあ過去の町っていうことだからね。防具屋さんいた。英雄を擁してくれ。人違いだろう。父のポルセナ王は老いてはいるが、今でも立派に王国を、国王を務めている。私はまだ王子だよ。切りかかった。父さん、父さんだろ。竜帝との戦いに行っちゃダメだ。おいおい、誰だい君は。私にも息子はいるが、まだ5歳だよ。だが、君はいい目をしているな。私の息子も君のように育ってくれるといいのだが。さあリチャード王子、準備はいいか。では竜帝の住処、ドラゴンズホールに向かおう。うん。父さん、この二人は回復役がいないな。力でゴリ押すパーティーか。一人足りないからね。やっぱりパーティーは3人必要だよ。あのじいさんも言っていた。マナストーン博士に話を聞こう。その前に防具を見よう。いらっしゃいませ。さあどんどん。こいつらはこれを買ったのか。金持ってんな。まあ一国の王子だからね、そりゃ金持ってるっしょっていう。金が、金っていうか足りんな。まず白銀の鎧、これは必要でしょ。気に入ったぜ。で兜はまだ大丈夫。アンジェラは揃ってるよね。12,000円、ギリギリだな。買っておいて損はない。いい仕事してるでち。548円になった。また来てください。ま、売る分はまだあるけどね。売って金策すればまだまだ。いや買えるやつってここが一番強いのかな。マナストーン博士ってここにいたやつ、さっきのじいさんではなかった。私はマナストーンを調べている学者だ。大昔にはマナストーンは8つあったらしいが、今は7つしかない。失われたマナストーン、闇のマナストーン。多くの古文書を調べた結果、闇のマナストーンはドラゴンズホールの島、ガラスの砂漠のどこかにあったと私は考える。次の目的地が決まったね。闇のマナストーンを探そう。間違いなく父さんだった。一体どういうことなんだ。とにかく今はガラスの砂漠に向かおう。という感じで、じゃあ次、最後のマナストーン、まあ最後の闇の神獣ですね。
ガラスの砂漠だっけ、ドラゴンズホールのあるガラスの砂漠へ向かいたいと思います。まあ、ここは多分もう出ちゃって大丈夫だと思うんで、イベントは特に進まなそう。まあ、フラミーも呼んじゃっていいのかな、呼べる呼べそう、呼んでみる。よし、これで闇の神獣と戦えるぜ。次が最後の神獣でち、早くガラスの砂漠に行くのでち。ここか、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。